どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はクーゲル増加中、対面で勝つために意識しておきたいこととなります。トライストリンガーを使っているとミラーマッチの影響もあり、クーゲルを見ることが増えましたね。クーゲル自体はメインのキルと塗りの性能も高い上に、ジェットパックの強化によって押し込みが強くなっています。まあ、対策するにも中途半端な攻撃を仕掛けると一瞬にして潰されるような環境になってるんですよね。そこで今回はクーゲルシュライバーの対策に絞って解説をしていきたいと思います。スピナーとのミラーマッチが決まっている以上、トラストで抑える必要はありますからね。クーゲルの性能を抑えながら対策を話していきたいと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずクーゲルと対面する上で意識したいのは、対面で負ける確率が高いという点です。というのも、そもそも塗りにも勝つことが難しいですし、射程においても狭いマップの場合、インクが常に当たってしまいます。またアクション強化でブレ軽減をつけているので、思ったよりも対面性能が高いんですよね。ちょっとした油断で対面負けをしてしまうので、適当な対応では倒すことが難しい武器だなとよく思います。またメインだけでなく、スペシャルも絶版により押し込みをしてくるので、ポジションを取っていたとしても抑え込まれてしまいます。よっぽど詰めてこない相手であれば倒せるチャンスはありますが、睨まれている時は不用意に攻撃がしづらい相手だなっていうところです。何より塗りが強いっていうのがありますからね。ある程度の射程で塗りができるので、遠くにいても足場を取られないように気をつけましょう。まず意識したいのは、1対1を避けるということです。クーゲルに射程で勝ててはいますが、油断はやっぱりできないですね。まずクーゲルとの射程差といっても、試し撃ち上で1メモリないくらいの差となってるんですよね。しかも足場の塗りの強さと機動力を考えると、1メモリくらいなら調整をしてくる相手なんです。そうなると距離をいくら取っていたとしてもデスする可能性は十分にあり得るんですよね。またスプラ3のマップは比較的狭くなりがちです。最大射程で常に戦えるかというと難しくなります。そのため、なるべく1対1の対面中は牽制だけにしておき、味方との連携を積極的にしていくというのがいいと思います。狙いとしてはメインでクーゲルの邪魔をしつつ、前衛が動けるように敵の前衛も合わせて潰すようにしていきましょう。敵の前衛が減ってしまえば、いくらクーゲルでも数には勝ちづらくなります。なるべく人数有利で仕掛けていきましょう。味方がうまく攻めてくれれば視線を反らせるので、その時に倒せるチャンスが来ると思います。粘り強く壁で攻撃を避けつつ、しっかりと敵の数を減らしていきましょう。続いて意識したいことは、直当てを積極的に狙うということです。クーゲルは塗りにも優れた武器なので、倒して対策をしたいというところがあります。クーゲルは機動力の高さと塗りの性能から、オブジェクト周りの制圧という面では勝つことができません。エリアなどの場合、塗り負けするため、キルを取らない限り永遠と試合展開が変わらないということが予想されます。またリチャージができることから、インクのばらまきと攻撃の圧が強いため、暴れられると手がつけられなくなります。そのため対面が難しい相手といえど、積極的に直当てを狙って押さえつける必要が出てきます。ただ直当てを狙うにもいろいろと注意することがあります。まず一つ目に大事なのは、しっかりと壁を使って攻撃を避けるということです。これはクーゲルだけに限らず大事な基本です。クーゲルの強みはブレにくい長射程の攻撃です。さらにキル速もそれなりに速いため、弓の直当てに成功しても相打ちになります。まずはしっかり攻撃を避けて、隙を見つけるために壁を使うようにしましょう。二つ目はジャンプを狙うということです。これは機動力の速いクーゲルの動きが一定になるタイミングを狙うためです。そもそもクーゲルは横の動きが速いため、直当てを狙うにも予測打ちの必要があります。気づかれていない場合であれば気にせず攻撃をしていいかと思いますが、対面した場合はチャンスを狙う必要があります。特にジャンプ打ちで射程を伸ばす傾向がありますので、ジャンプした時に直当てを狙うのはありな作戦となります。
また壁裏に隠れているようであれば積極的に攻撃をしていきましょう。チャージをしてても顔が出せなければ攻撃はできませんので、抑え込みができるときはチャンスです。続いて意識したいのはジェッパ狩りです。強力なスペシャルですが、しっかり対処したい行動となります。まずジェッパに関しては、射程がトライストリンガーよりも長くなっているため、発動中は倒すことが基本困難となってます。まずは壁裏に隠れてしっかり様子を見ることからしていきましょう。もし味方が狙っていて注意が逸れているようでしたら、直当てを狙ってカバーするのがいいかと思います。ここで倒すことができればスペシャルを無効化できます。さらにジェッパを使いづらくなりますので、心理戦を仕掛けれます。ただこのジェッパ狩りはリスクが高いため、粘って倒す必要はないと思います。たまたま射程内でかつ味方を見ており狙えるという時だけにしましょう。ちなみにですが、横の動きに合わせてこちらも同じ方向に横飛びしながらエイムを合わせると当てやすくなります。だいたい移動速度が一緒ぐらいですからね。ちなみにですが、空中で落とすよりも着地狩りを狙った方が高確率で倒せやすくなります。だいたい弓で3発外したくらいでスペシャルが終わりそうになるので、3発目を着地場所に合わせるといいかなと思います。ただこの着地狩りも注意があります。それはクーゲルが受け身術をつけている可能性があるという点です。これは流行りの影響もありますが、着地後の隙を減らすため直当てが狙いづらくなっています。近づきすぎて着地狩りを狙うとカウンターをもらう可能性もありますので、射程をしっかり意識してから狙いましょう。最後に意識したいことは、積極的にメガホンで狙うということです。クーゲルの動きを抑えるのであればスペを活用します。そもそもクーゲルの立ち位置は後衛です。対面の方法としては他のバレルやハイドラと基本変わりません。ただ他と比べると前に出やすい武器のため、詰められると厄介な相手という部分があります。スピナーが前に出てくるということは射程を押し付けてくる戦法となるため、なるべく事前に邪魔をしたいところがあるんですよね。ただクーゲルは後衛ポジションを経由して前線に上がってくるため、ポジションでうまく足止めをする必要があります。ここで楽に足止めができるのがメガホンになるわけです。倒すまではいかないまでも攻撃の邪魔っていうのはできます。ただこれだけだともったいないので、メインやポイズンでさらに圧力をかけていくっていうのは必要になりますね。とにかくしっかり邪魔をすることが重要です。倒せればなおよしとなりますが、まずは自由に動かせないように工夫をしていきましょう。メガホンの回数を増やしてクーゲルの邪魔をし、味方とうまく挟んでキルを狙うっていうのが一番ベストな動きだと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。クーゲル増加中、対面で勝つ波に意識しておきたいことはいかがでしたでしょうか。クーゲルはジェッパの強化も相まって何かと勢いがついてきた武器です。しかも塗りもキルもできる武器なのでとても厄介です。まあ、ただ中高衛という位置の武器になってきますので、トラストとしてはしっかり押さえつけて味方を有利にするっていうのは変わらずやっていきたいところですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。